どうも、ユーマ研究家の中澤武史です。ユーマの中には、まあ、その、古代生物の生き残りとか、あともう本当にその、ファンタジー映画とかから出てきたような、もう、本当、奇想天外な怪物みたいなものもいるんですけれど、そういうものではなくて、まあ、現在普通に確認されている、まあ、動物園にいたりとか、動物図鑑に載っているような、確認済みの動物なんですけれど、確認されている、個体よりも異常に巨大化している、動物の話も含まれます。こちらのチャンネルだと、まあ、過去にあの、大蛇の話とか、巨大な亀とか、大ミミズ、巨大ペンギンなどを、紹介してきましたが、今回ご紹介するのは、イノゴンです。はい、イノゴン。まあ、その名前を聞いてね、まあ、大体の人がもう指してると思うんですけれど、まあ、巨大なイノシシですね。まあ、巨大なイノシシをね、大イノシシとか、まあね、ヘビだったら大蛇とかね、普通に、まあ、その動物の前にね、大ガメとか言うだけなんですけど、これの、巨大イノシシに関しては、イノゴンっていうね、名前がついてるんですけど、この、やっぱゴンってつくことによってね、怪獣っぽくなってるんで、ちょっとワクワク、個人的にはしてしまいます。このイノゴンね、ユーマとして、紹介されることが、まあ、多くて、まあ、ユーマ本とかでも、まあ、ユーマ図鑑的な本では、大体の本に、紹介されているんですけれど、まあ、ユーマの中では、未確認度というものが、まあ、相当低い方だと思います。ていうか、むしろね、これ、ほぼ確認済みの生物とも言えます。どういうことなのか、ここで、簡単にイノゴンが目撃された時の状況をお話ししたいと思います。イノゴンが目撃されたのは、1970年の11月のことなんですけれど、場所は、京都の、綾部市の、山中に現れました。体長を 1.8 メートルほどの巨大なイノシシが出現して、その場にいた漁師の人たちを襲ったんですね。 1.8 メートルの巨大イノシシが漁師の人たちの前に現れて、漁師の人たちに襲ってきた。これはもうモンスターパニック映画のような活劇がここから展開されるのかと、どうしても思ってしまうんですが、なんとモグラが掘ったと思われる、まあ、穴に足を取られてイノゴンは骨折してしまいます。そしてあっけなく漁師の方々に、仕留められてしまったということでね、これがあのモンスタームービーだったらこんなにがっかりする展開はないですよね。巨大生物がバーンと現れたら勝手にあの穴に落ちてあっさりやられてしまう。でもこれがまあリアルということなんですかね。ということでですね、まあ、イノゴンはまあ漁師の方に実際仕留められてしまってるんですよ。その後イノゴンは漁師の方に獅子鍋にされて、美味しく、いただかれて、しまったそうです。ちなみにですね、実はあの過去にこちらのチャンネルでどのユーマが一番うまいのかっていうね、あの味覚の秋に、流した回で、あの美味しいユーマを決める回やったのを覚えてる方いるかもしれないんですけど、実はその時もね、このイノゴンの話はね、入れようかなってちょっと悩んだんですけれど、まあ巨大なイノシシで漁師の人が獅子鍋にして食べたって話聞いたら、もう味がもう完全に想像つくじゃないですか。まあ美味しいユーマを決めるっていうから、なんかもうなんか味の想像つかないねユーマの方がいいかなと思ったんで、ちょっとその時はね、紹介をちょっと、まあ他に紹介したいね、食べられたユーマの話がいっぱいあったんで、その時はね、あえて、紹介しなかったんですけれど、まあおそらく食べられたユーマのエピソードとしてはこのイノゴンというのは結構有名な方だと思います。メジャーな食べられたユーマだと思います。でこのね食べられた後、その頭蓋骨も兵庫大学で、調べられてるんですよ。つまりね、巨大イノゴンはもう確認されている生物と言ってしまってもほぼ間違いないんじゃないかなと、思います。だからイノシシっていうのは、まあ、1.8 メートルぐらいに巨大化することっていうのが、まあ、現実にあると考えて、いいんじゃないかと思います。この異常に巨大化したイノシシ、まあ、いわゆるイノゴンはですね、1949年にも、静岡県で目撃されていまして、こちらでは、まあ、若干京都のものよりちっちゃいんですけど 1.5 メートル、あったそうです。ここ最近ね、近年はイノゴンのような巨大イノシシは絶滅してしまったのか、あまりね、イノゴンの話も聞かないなと思っていたんですが、実は最近になってイノゴンの情報を僕ゲットしました。
これはですね、和田さんという、建築家の方が、から聞いた話なんですけど、この和田さんという方は建築家の方なんですけれど、不思議な話をね収集するのが、お好きなので、階段の仕事とかも、ライブとかでね階段を語られたりとかも、多くされてるんですよ。ある階段ライブの中で、イノゴンらしきものの目撃情報もたくさん入手してるって話をねしてくださったんですね。どんな話だったのか、ちょっと僕の方から、簡単に紹介させていただこうと思います。場所は、滋賀県の伊吹山という山で、この山のね、山頂ではね、トラックドライバーの方がねよく仮眠をされてるらしいんですけれど、あるトラックドライバーの方が仮眠をしていたところ、山の奥の方からドカンバゴーンドカンバゴーンみたいな、ものすごいなんかダイナマイトでも爆発してるようなすごい音がしたんで、なんだと思って目が覚めたら、森の方から、巨大な軽トラサイズのイノシシが出てきて、まあ、その山から出てきて、また隣の山の方までその軽トラサイズのイノシシが走っていたのを、見たらしいんですね。で、まあ、このもちろん大慌てで、そのトラックドライバーの方は仲間のトラックドライバーの人たちに軽トラサイズのイノシシが出たんだっていう風に話したんですけれど、いやそんな夢見ただけだろうって、まあ、周りの人たちは全然信じてくれなくてすごいバカにされたらしいんですけれど、もうそのトラック運転手の方は絶対にあれは夢じゃなかったっていうことで、その後いろんな同業者の、まあ、いろんなところでトラック運転手の方にでっかいイノシシの話をしたら、2年ほどね、そういう聞き込みみたいなことをしていたところ、その方以外にも2人ほど、やはり巨大な軽トラサイズのイノシシの目撃者の方がいたそうです。だから近年になっても、まあこの方の調査によると3人トラックドライバーの方が、軽トラサイズのイノシシを見てるんですね。つまりイノゴンというのは、今でも日本のどこかに生きていると、言えると思います。巨大イノシシイノコン、間違いなく、存在を、確信できる、未確認生物、いやというかもう本当にこれは確認生物です。確認巨大生物です。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。